どうもこんにちは、ハイトです。ポケモン対戦やっていきます。さあ、本日使うポケモンは、ランドロス。ランドロスを使いたい。さあ、お相手、ヒサさん、対戦よろしくお願いします。お相手は、ウロ、羽ばたく神海流、リングドヒド、ヒドラ。ナウトと、通りが良さげ。ウーラオスどうするか問題。ウーラオスをどうするか問題。ウーラオス、どうするか。トンボ返りして、海流に引こうか。いや、これサーフボードいけるかな？どうにかなる？なるやろう。やってみよう。それではヒサさん対戦よろしくお願いします。ランドロスを通るは通るのか。お、初手ディンルーから。これは甘いぞ。ヒリを外角で A を下げていく。ではこちらの C を下げるがあまり関係ない。トンボ返りでサーフ号に引いていいですか。トンボ返り通る。は何をするんだい。ハーフ号に引いていきましょう。ハーフ号をステロマク素直やな。ゼロマイター、あなたは自信がありますか。食べ残し、あわよくばその食べ残しをもらいたい。メガネトリック座ってくる。どうか自信持ってる説が濃厚ですね。持ってる。どうしました。しかし A1 段階下がってるから半分は入らない。さあ、自信しか打てないディンルーはこの後何をするのか。もう一回威嚇入れようか。ペロの中で交換しまくるのは不作ではないが。ランドロス降臨。または自信しか打てません。もう一回威嚇入れる。止める。はい、ピンポイント。ガッテン正しのすけ。とはいえガッテン言うからもうこっちにやることないでしょう。一発 S 下げとくか。上からガンプー通る。ユーマイ。なるほどなるほど。本石封じダメージ。 S2 段階確保。おお、ガンガン積んでくるね。ゲン。A2 段階上昇。とりあえずこのままやってる分には、え、落ちるで。大丈夫そう。いや、切らない。アッパメガネディンループラスアッパ。これはランドロス下がってるんじゃないの。相手悩んでるよ。ひどいだけ落ちました。じゃあアッペイクいっちゃおうか。あー、スペイク。取った。ありがとうございました。いや、これランドロス完璧に取ったね。対戦ありがとうございます。はやとチャンネル。さあ、それでは2回戦目をやっていきましょう。お相手、ヤオウさん、対戦よろしくお願いします。
ヨウさんね、よろしくお願いします。今回もこれランドロスいけるんちゃうの？いけないのか？どうなんだい？ペテクレメンス海流も投げたい。ランド海流あと1は、あいつか、ハリティエンマ。鉄のカイナ、カイナをいかにして倒すか。カイナ、青でいける？どうにかなる？いや、なんないな。ハバカミ行こうか。ハバカミ選手出走でございます。さあ、それではヤオさん対戦よろしくお願いします。オプショテはゴリラ。これははっきり言って弓対面か。手を下げる。何をしますか。こちらは一旦ステルマキ対決ある。一旦ステルマいちゃおうか。猫魂、はいはいはい、落ちました。ことはこだわりアイテムではない。ステルスロック、そうだよね。鉄のカイナ、君はレイパンを持っているのかい。地震勾配ね、落ちました。待てよ、引き入れないとまずいな。じゃあレイパン持ってるよ君、教えてよ。どっち？ここでございますか？壁の投資。はいはいはい。ちょっとランドル対面でどんちを打ってくるということは打てないでしょう、君も。山とはいえ地震かな。一旦ね、勾配地震だったね。やった、ナイフは持ってる。来るなよ。オッケーオッケー。結構威嚇入れて、死んでもいいか。大抵ランドロス。千枚まずいね。いやいや、まずね。壁の腰。さっきが消え去る。これは前下から座りたい、座りたいってことある。ゴリラに似てスピンを透かされると美味しくないですか。そうでもないな。あっけい、引っ込める。いや、偉いな。ただこれステロロ分だけこっちが美味しいからな。グラスメーカー、半減の半減だから、これ。いいよ。じゃあ、これ、猫騙ししてくるから、海流に引こうか。君、猫騙しでしょ？ゴリラなのに。ゴリラなのに。あれ？全然違った。謎技を打ってきたな。S 投げた。ここ一旦休憩。
分かったこいつ。突起じゃないのか。神、川上選手出走しようか。交代するタイミングで。袋を踏ませる。羽ばたく神選手出走でございます。ドレパン、ドレパン、バレパン持ってんの。出て。うむ、偉いな。イードラン、ぐぬぬぐぬぬ、ボムイン。ユー選手召喚でございます。これ気がつかないぞ。おっしゃ、焼けるなよ。オッケー。じゃここは跳ね休め。いいか、タイナドランゴリラね。ラスカー、どんくらい入る。結構入るな。50。いやー、ビンビンだな。もう一回跳ね。止める。ゴリラ。いや、無限に、誰、このゴリラ倒さないと無限に草生やされる。出すか、ヒ。ベジッハー、これまたか。ベジッハーね。カイナに行くターンだ。ここカイナに来てくるから幅かみで、オッケー。上から甘えるしよう。バカミを見たらヒードランを出してくるから、ヒードランにも麻痺入れちゃおう。電磁波しよう。無限に回復されとると。たまにも電磁波を入れてやる。やっぱり OK。 ヒードランだろ、ここヒードランだろ。そうだよね。だった、岩が食い込んだ。お前にも電磁波打ってやる。で、どうするかね。問題は。当たり目しちゃおうか。当たり目。あった。いや、動く。偉い。一発は耐えるはず。オッケー。ラスカを打ってきます。ランドロスバックか。いや、かなり怪しいなこれ。いかにしてゴリランダーを倒すかのゲームだからね。見ると動けないで、ここ草もないから、なんてゴリランダーに引くはず。取ったろ。足元の草木が生い茂っていないので、
ブリランダーにいます。でかい。さあ林に来る。クタフカシ。でトンボ返り。これは相手のサイクル崩しそうだぞ。で猫魂効かない羽ばたく神を召喚して、2目を入れると、オッケーオッケーオッケー。これでもう二度とパパナは入らないぞ、この世の中に。体力回復。でどうしますか。オッケー。じゃあ回復技のある海流で焼けるなよ。なるべく焼けずに。さあ。これな、結構入るな。ここは跳ね休み。オッケーオッケー、でも回復動画多い。で、このターンは、手に足ついてるから、グラスフィールドも発動。で、グラスフィールドがあと1ターン。じゃあ、このターン、マルスケ回復させとけば、怖いことなし。ね、ガスかしか打てない、OK。じゃあ、これでもう、チキンの一環が、切れないでしょう。オッケー。さあヒドランゲッチャー。さあもう負けはないと思うけど、どうだい、教えてごらん鉄の快楽。オッケー。君のテラスを見せておくれ。え、天満ドレパン雷パンチまで。オッケー。おお、これはアイヘー、電磁波アイヘーしちゃおうか。いや落ちないでほしいんだけど、どう、身代わり対応でございますか。身代わり転売するんだよねってことは。いいテラスか、なるほどね。で、これ相手見たし結構きつくない。どう、もう硬いね。ひるみ、あとはもう無限マヒルミ変容。あ、マジ入ってないのか。アイアンヘッド。もうここまで削れば、あとは身代わり打てない。打てないね。では海流でしっかり締めていきましょうか。アイアンヘッズ。いや、いいねこれ、ランド海流。誰も自信を食らわない。ボタンが選ばれました。対戦ありがとうございます。それでは本日の動画はこの辺で、チャンネル登録、グッドボタン、コメントをよろしくね。 See you!